新年を迎える準備が進んでいます。長崎市の松尾商店では毎年この時期、正月用のしめ縄と門松作りに追われています。今年はそれぞれ60件ほどの注文を受けていて、作る数はほぼ例年並み。夏の終わりに刈り取った青い藁を手作業で編んでいきます。経験と、もう常に編むっていう感じで、もう手で終えるっていう感じかな。縁起物として人気のしめ縄と門松ですが、今年は物価高騰の影響で飾り付けの花や藁の価格が上がり、値上げを余儀なくされました。うちも5年間ぐらいずっと値段上げてなかったんですけど、今回はちょっと少し上げさせていただいている感じですかね。商売繁盛とか、そういったご多幸とか、お客さんが笑顔になっていただければ。新たな1年の実りと幸福を願う門松としめ縄、制作は今月下旬まで続きます。